国民同盟会は、明治時代の1900年9月に成立した政治団体、昭和初期の政党、国民同士会と混同されることもある。貴族院議長、この絵集まろの東和道文会を中心として、貴族院議員や県政本島、帝国党などの衆議院議員、遠山光、る、犬飼武史、平岡幸太郎、鳥岡谷田に代表される右翼や対外交派の、 人々が結集した。疑話団の乱以後のロシアの満州進出に警戒感を抱き、日本政府に対して強硬策を取るように迫った。国民同盟会は、東亜同分会の会長であった、この絵集まろが起こした政治団体で活発な対この絵集まろ新国北部で疑話団の乱が起こると、ロシア帝国は1900年7月、中路講師を通じて大韓帝国政府に こうした中、構想の進化で、大韓帝国区内府の自元亜秋雲が来日し、外務省の杉村深市通商局長と対談して、あくまでも個人的希望と断りながらも、日の都羊事変後の日本への亡命者を国外追放することを条件に、日韓国防同盟の締結を検討するよう求めた。日本帝国が軍を韓国に差し向けて、 韓国での内乱や外国軍の韓国侵入に際して戦闘し、韓国の安全保障に当たるという策であった。この絵集まろら東和同文会員は来日した現役運に面会し、日韓国防同盟の締結推進に強い賛意を示した。この絵らはまた、ロシア講師、アレクサンドル・イズボリスキーからなされた日露による韓国分割提案に対しても、伊藤博文に これを拒絶するよう圧力をかけた。ところが、1九百年八月に開かれた東和道、分会幹事会では、渡辺高貴ら伊藤博文に近い幹事が、東和道分会が政府や外交筋に圧力をかけるような政治活動は現に、慎むべきではないかとの意見を表明した。そこで、この絵は、満漢問題や日露関係について政治活動を展開するための新たな組織づくりの、 必要に迫られたのであった。1900年9月24日、この絵は、犬飼い武士、東山光陸勝南中江町民らの同志を救護し、東京下役の上野西洋圏において、国民同盟会北起大会を開いた。国民同盟会は、満州全域を占領したロシアが今後どのような行動に出るかによっては、深刻情勢が、 将来的に深刻な世界的危機を将来するとの見方に立って、品保全と交互戦線の大胸に沿い振って、朝鮮の形態と不疫を目的に掲げた。ただし、国民同盟会は政府によって聖者と認定されるのを回避するため、綱領や規約、役員をあえて設けず、様々な社会集団や政治集団の緩やかな連合体として指導した。なお、この時点での品保全とは、 疑話団の乱に乗じた列強による、さらなる中国分割促進を阻むため、日本軍は速やかに撤兵すべきであるとの立場に立つ、ものであった。この絵は、この頃、長岡森吉に書簡を託し、満州を列国に解放することで領土の保全を、図るよう、新国の竜昆一や張のほに働きかけている。これには蝶が、特に大きく触発され、劉と共に、この、 この絵の構想を真の中央に上層し、採用を求めている。この時は却下されたものの、満州解放案は後に遠征外も採用するところとなった。国民同盟会運動に対し、第四次伊藤内閣の与党となる立憲聖遊会は反対の立場を表明し、9月15日の聖遊会創立に加わった長谷場澄田からは同盟会への参加を見合わせた。 それに対し、大熊重信を党首とする野党の県政本党は、国民同盟会運動に党として参加した。決闘以来、地祖軽減を常に訴えてきた県政本党は、地租増長を実現した山形有友や、それに同意した県政党を批判してきたが、従来の国力に相応した軍備のための元素論が、 東アジア情勢の激変により成り立たなくなってきたので、争点の転換を図ったのである。1899年7月に国民協会を引き継いで発足した離島系の帝国党もこの運動に加わった。また、貴族院からは、この絵のほか、二条、元広、徳川義霊らの旧三洋会、谷田敵、鳥岡屋田、蘇賀助のりら旧婚和会の面々も参加した。 こうして、政治運動としての国民同盟会は、この絵の全国遊説運動も、相まって大勢力となっていくのである。9月、国民同盟会に加盟内視支持する、新聞社や雑誌社が集まり、全国同識者同盟会が発足し、品保全、韓国不駅、大量強行の論人を張った。この絵はまた、朝日新聞社副社長の上野利一の元を訪問し、 同盟会の運動を支援するよう直に要請した。それを受け、当時ジャーナリストとして活躍していた、内藤コナンや池部散々は、朝日新聞史上で、対外交の意見を繰り広げていった。この上に近い陸活難の、日本や、県政本島系の同識者クラブなどの新聞も、同様の言論活動を行った。東京帝国大学教授の富津広と、富井正明、松崎倉之助、 カナイノベ、寺を通る、また学習委員教授の中村慎吾らも国民同盟会を支持して満州からロシア軍を一掃すべしとの意見書を内閣に提出した。伊藤内閣はこうした状況を踏まえて1901年1月国民同盟会を治安警察法に基づく正者に認定し取り締まりの対象範囲とした。そのため依然として正社や政党に拒否反応を抱く 貴族院議員たちが揃って大会し、一方では元素要求に変えて対外交活動に活路を見出そうとする県政本島系の人士が同盟会の主導検証枠を図ったため、このエラと衝突するようになった。この絵自身は同盟会への風当たりが強くなるのを避けて、姓舎としての国民同盟会にはなお連れなかった。こうした中、 1902年1月には日英同盟が結ばれ、その後、新度間で満州寒布条約交渉が成立したことによって、世論の危機感が一時的に沈静化したため、1902年4月に解散した同盟会の活動は日露戦争の直接の開戦原因とは言えないが、一方で言論において繰り広げられた大量教皇論や主戦論は日本に住む人々の 国民化を一層促すことになった。しかし、その後ロシア軍の満州撤退が完全に行われなかったことから、再び、この絵を中心に、退路同士会が結成されることとなった。ありがとうございます。